どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。X、Instagram、TikTok と活動の幅を広げておりまして、概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今回なんですけれども、ゴジラマイナス1の IMAX 上映が全国で復活する流れになってきている件と、ゴジラマイナス1のディスク版が発売される件に合わせて、アカデミー賞受賞式を盛り上げていくためにゴジラマイナス1の海外レビューを翻訳して皆さんにお届けしようと思います。連日大ちゃんの映画部屋の動画のご視聴ありがとうございます。個人的に嬉しかったことをまずはちょっと報告させてください。別に隠しているつもりもないんですが、大ちゃんの映画部屋をご覧になってまだそんなに日が経っていない方はご存じないかと思うので、改めて明言しますと、実は大ちゃんはもともとはホラーが大好きでして、初期は SF ホラーを中心に情報を発信していました。そこからジャンルの幅を広げて今に至るんですが、発信こそは減っているものの、個人的には頻繁にホラーを鑑賞しています。実は大ちゃんの映画部屋の BGM も大人気ホラー映画シリーズの新事故物件で音楽を担当された中村修斗さんに制作していただいています。そして中村さんにまた再度 BGM を制作していただいたので、近々発表しますので、そちらも楽しみにしていてください。そして冒頭で言及したのは、そんなホラー映画が大好きな俺のテンションが上がる話なんです。アカデミー賞などの賞レースと違い、大衆メディア系の賞に関する話なんですが、ホラー映画情報を中心に取り扱い、登録者643万人を誇る YouTube チャンネルを中心に、各種メディア、プラットフォームにて発信を行っている、デッドミートが主催する、デッドミートホラーアワードで、ゴジラマイナス1が最優秀視覚効果賞と最優秀リメイク続編作品賞を受賞したんですよ。これは非常に嬉しかったですね。ガチガチのホラー映画情報を発信する総合メディアのような立ち位置のデッドミートにすら認められたということは、ゴジラマイナス1はホラー映画ファンにも愛されていることの証拠ですからね。まさにジャンルの壁を越えて愛される映画になりました。賞をもらいすぎて訳がわからなくなってきていますが、それほどゴジラマイナス1が凄まじい作品ということですからね。アカデミー賞を受賞したらどんな騒ぎが巻き起こるんだろうかと、今からワクワクが止まりませんね。そして昨日は大きなニュースがいくつか出てきましたね。まず一つ、ゴジラマイナス1の IMAX 上映が先日ご紹介したシネマサンシャイン系列のみならず、全国各地の東方シネマズ系列を筆頭に各地の映画館で3月11日から14日まで復活上映が実施されることになりました。昨日は都内の地域にしか言及していなかったのですが、リスナーの方々からの情報提供により全国的な動きであることも確認できました。もし自分の地域でもやりますなどの情報がありましたら、コメント欄に共有していただけたら助かります。わからない方も多いと思いますので。いやー、でも非常にいい流れですね。ただおそらく告知されているように、現時点では IMAX やドルビーアトモスの復活は4日間の期間限定だとは思います。欲を言えば週末まで続けてもらいたいんですが、3月15日からは現在全米で大ヒット中のデューン砂の惑星パート2が公開されますので、よほどの動員がないと IMAX とドルビーは継続上映は難しいかなって感じですね。でも動員が続けば多少なりとも延長はされると思うので、皆さんどんどん見に行きましょう。またデューンも面白い作品なので、可能であれば IMAX でハシゴできたらなおのこと嬉しいですね。デューンも公開前に1作目のレビュー動画を上げますので、よかったらそちらもチェックしてみてくださいね。ちなみにゴジラマイナス1は1日5回の上映に戻っている場所も多いので、デイリーランキングで上位に戻る可能性もかなり高いです。11日はアカデミー賞受賞式当日、受賞したら景気よく楽しみに行きましょう。俺も生放送後に夕方か夜に IMAX で鑑賞してきます。都内の映画館に行く方、チケット争奪戦のライバルになると思いますが、ご一緒できた際には楽しみましょうね。次にゴジラマイナス1のディスク版の発売が決定した件ですね。公式から発表があったように、
ゴジラマイナスワンは多くの特典が付属した豪華版を含むディスク版が5月1日に発売されることが決定しました。一番値段の高い豪華版のブルーレイにはゴジラマイナスワンマイナスカラーのドルビーアトモス版が収録されているそうで、劇場で体感できなかったドルビーアトモス版のマイナスカラーが自宅で体感できるとは嬉しい限りです。自宅の PS5 の真の力を発揮するタイミングがここでやってきました。ちなみに金メッキ仕様のゴジラのフィギュアが付属しているバージョンもあるようなので、フィギュアを集めている方は要チェックですね。しかしながら思った以上に早かったですね。夏以降かなとも思っていたので非常に嬉しいです。しかしながらすでに売り切れているバージョンも存在するようなので、ご購入をお考えの方はお急ぎください。そして転売価格で出品されているものには手を出さないように気をつけてくださいね。これだけ人気商品ですし、出すタイミングも今は早いので、後々増産してくるはずなので、そこを待ちましょう。ゴジラマイナスワンのブルーレイが発売されたら同時視聴会もやりたいなと考えているので、その時にはまた皆さん遊びに来てくださいね。そしてちょっと悲しいお知らせもありまして、ゴジラマイナスワンの制作過程を綴ったザ・レコードオブゴジラマイナスワンの発送が3月末から5月末に延期になったそうです。おそらくアカデミー賞に関する追記など多くの追記部分が生まれたことによる嬉しい弊害かと思われます。これはいい意味での延期なので、首を長くして待っていましょうね。続いて海外レビューに関してです。ゴジラマイナスワンは世界30カ国以上で公開されて、累計興行収入は1億ドルを突破し、大手映画批評サイトのロッテントマトでは評論家スコア98、一般オーディエンススコアも98という驚異的な数字を叩き出しております。公開期間中もこの数字は98以下に下がることは一回もなく、これはロッテントマト解説史上極めて異例な事態だそうで、邦画実写作品としては史上初の快挙となっております。そして全米を筆頭に100近い賞にノミネートされており、30近い賞を受賞しています。ということで本日もゴジラマイナスワン世界興行ランキング堂々の第1位であるアメリカの方々のレビューの紹介になります。よかったらゆっくり見ていってください。それではどうぞ。ゴジラマイナスワンは史上最高のモンスターパニック映画だ。ハリウッド級の VFX に極上のスペクタクルに感情を揺さぶる感動的なプロット、すべてが完璧だと感じた。今年で70歳を迎えるモンスターの長老の存在は時代を経て大きな意味を持つようになった。生まれた当初は反核反戦のイデオロギーの象徴であり、人間の愚かさを主張する社会派作品のテイストが強く感じられるものだった。しかし数十年の時の流れの中で、ゴジラは反戦反核という意味に加えて未来永劫の平和への祈りと人々の絆団結を意味する存在へと変わったのだ。今作では一般人が驚異的な存在に知恵を絞り、命がけで戦いを挑むのだ。そこにはヒーローは誰一人としていない、そしてヴィランであるゴジラも含めて全員戦争の被害者だ。私は終盤の敬礼をするシーンで涙を流した。戦った相手を敬う日本人の武士道の精神に感銘を受けた。最後の最後まで一瞬たりとも目が離せない。この映画を劇場で鑑賞しないのは映画ファンとしては納得できない。ぜひ見に行ってほしい。ゴジラ映画最新作であるゴジラマイナスワンを鑑賞してきました。怪獣映画を全く見ていない私が興味を持った理由は、映画ファンたちの絶賛の声が凄まじかったからです。そんなにいいのと半信半疑だったんですが、上映後に私は思わず立ち上がり拍手をしていました。そしてそれは私だけではなく他の複数の観客もやっていました。涙を流しながらスタンディングオベーションを映画に捧げたのはいつぶりだっただろうか。この映画は本当に素晴らしいです。第二次世界大戦直後に展開される驚異的でファンタジックなプロットは巧みに構成されており、必要のない部分は一つもないと感じました。ゴジラという存在も邪悪な化身としてまるでホラー映画のモンスターのように描かれてはいるものの、どこかしらキャラクター性を感じて愛着が湧きました。キャスト陣の演技も素晴らしい。
まるで当時の人々をそのまま過去から引き連れてきたのではないかと思わせるほどの熱演ぶりだった。個人的には主人公の敷島を演じた主演の男性にアカデミー賞を贈りたい。この映画は歴史に残ると思います。見に行くことを強要はしませんが、見に行かないと後悔することは断言できません。またゴジラマイナスワンを鑑賞してきたよ。もう見に行きすぎて何回見たのか回数は忘れてしまった。それほどまでにこの映画には悪魔的な魅力があるってことだ。ゴジラは怪獣映画だ、子供向けだと思い込んでいる映画好きに告げる。それは全く見当違いだ。むしろそう思い込んでしまっている人々にこの映画は見てもらいたい。この映画は紛れもなく傑作だ。人間ドラマであり、社会派映画でもあり、ファンタジー映画でもあり、ホラー映画でもあり、多くの側面を適度にブレンドした最高のエンターテインメント作品だ。そしてどこからか古き良き時代のハリウッド映画の匂いを感じる作品でもある。ジュラシックパーク、ジョーズなど過去の名作へのリスペクトも含まれているように感じた。劇場でこの映画を見ることには大きな意味がある。さあ映画ファンよ、立ち上がれ、劇場に向かうんだって感じですね。アカデミー賞の本場であるアメリカの方々にこれだけ愛されているゴジラマイナスワンはアカデミー賞を受賞するんじゃないかという期待が高まってきます。日本でも IMAX の再上映が決まったので、もう一度アメリカで上映をしてあげてほしいと心から願っております。まだまだいいレビューはたくさんあるのでまた紹介しますね。引き続き大ちゃんの映画部屋ではゴジラマイナスワンを筆頭にゴジラコンテンツをしていきます。皆さんも一緒に応援していきましょうね。最後になりますが、まだゴジラマイナスワンを劇場で鑑賞されていない方、もう一度鑑賞しようか迷っている方、ぜひ劇場に見に行きましょう。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。